本日は鬼前の放送日ということで第2週やっていきましょう。アイビスちゃんですね。チャレンジ歌姫の幽霊ですね。これはなんかギミックがあったかな。まあ、せっかくなので普段使わない子たちを積極的に取り込んでいきましょう。行きましょう。リゼ招待、出発するぞ。無茶しないで。これはどうだったかな。物理が確か危険なんですよね。でうまいことこのヘイトも狙ってくれますね。では行きましょう。まず初回はこのメグネの対策ですね。状態異常を一定ターン無効化しちゃいましょう。みんなに元気は。これマイナス能力なんですね。行きましょう。いかがでしょう。私がカツを入れてやる。うん。かけるもんですか。こういうのですね。ミスに行きます。しまった。まあ大丈夫そうですね。この感じだったらいけそうです。ちょっと3ぐらいまで止めていきましょうか。12時の鐘が鳴る前にひれ伏しなさい。何？いや！静かにさせましょう。しまった！よし。チャージ攻撃は耐えられるかな？ゴーストになる覚悟はあるのか？まあ、全然耐えられますね。この感じです。よそ見は禁物ですよ。静かにさせましょう。ここで変えましょうか。いや、もうちょっと行きましょう。よし、ではここで変えましょう。トール君ですね。さて、どう割り込める。この感じですね。準備が大事だから。よし、変えましょう。まあ、ここにあややを挟むとうまい感じに機能するということですね。邪魔しないでよね。では3連発いきましょう。挟まりますか。まあ、最後に下げておきましょう。では3連発いきましょう。あややが下地ですね。ほい。よし、まずは大ダウンですね。行くよ。さあ、トロピカルビッグウェーブ。あ、一回で倒しちゃいましたね。この感じです。うん。あやや強し。これに懲りたらもう来ないで。この感じです。全力戦闘です。ここもできるだけフルパーティーで倒せるような構成を組んでみましょう。最小構成で倒すのも面白いんですけどね。で、新しいお知らせも更新されてますね。払い戻しの案内ですね。こちらお忘れなく。僕はサブアカも含め、やっぱ結構余ってますね。この感じなんですけど、使い道もないし、僕はあまりいい思いがないので全額返金かな。ですね。こちらもお忘れなく。期間は終了後の28日の16時からですね。で、払い戻しの際はこちらですね。ユーザー ID、ユーザー名、ユーザーランクと引き継ぎ ID が必要ですね。これ早めにもう控えておいた方が良さそうですね。一つだけ心残りが、こいつですね。クイックドロー持続のみ。最後に購入させていただきましょう。これで確か僕は足りるはずですね。最終値まで上げていきます。よし、交換完了です。ですね。で、合ってるはずだと思うけどな。よし、では上げていきましょう。あ、ですね。この感じです。3が最終値みたいですね。よし、では強化しましょう。こちらが完成品に。よし。この持続ターンはどのぐらい続くんでしょうか。まあ試せる機会があったら試してみましょう。